はい、シューチャンネルのシューです。もう何週間前かな、ちょっと忘れちゃったんですけどね、植えなきゃならん植えなきゃならんって言ってて、植えてなかったズッキーニ、種から育てたやつですね。さすがにね、こんなね葉が黄色くなっちゃってね、わかります？まだまあ新芽は生えてるからねいいんですけど、ズッキーニって結構ね栄養のいる野菜なんでね、ポットじゃねもう栄養足んなくなっちゃってて、まだねあと 1,2 週間早く植えるべきでしたね。まだダメにはなってないんですね。で今後の生育に影響が出るかっていうと、まあ液肥と化成肥料でどうにかなるんで、まあ、今日ねやっと時間できたんで植えていこうと思います。ちょっとね植えるのが伸び伸びになってた理由が、もうねほぼほぼ植える畝がないっていうのと、思ったより10株以上作っちゃったんで、さてどうしたもんかってことでね、まあ、スイカがね収穫が終わればそこの畝は使えるんで、またいろいろな野菜足していこうと思うんですけど、今ねサマーオレンジとかねマナ娘とか今日もね米で行ったら並んでたんですね。またそれ植えようかなってやっぱり気にもなっちゃってね、それでねズッキーニとりあえず見栄えがいいんで植えるような感覚なんで、食べるためじゃなかったからですね、うちの家族食べないんで、まあ、ご近所に配るぐらいかな。それでねちょっと伸び伸びになってました。まあでもね育て方としては支柱を立てるやり方をね現代農業の方で書いてあったんで、スペースを取らずにね、まあ、いけるっていうことだったからですね、ちょっと試してみたくて今回今年もねやろうと思ったんですね。去年もねほとんど失敗のない野菜だったんで、まあ今年も大丈夫と思うんですけど、ちょっと早急に植えていきます。はい、やっぱ怠けるといかんですな。はい、はい、ちょっとね株数が多いんで、基本ね株間を60センチにしなきゃいけない野菜らしいんですよね。去年もねここに植えて、結構大きく育っちゃった、記憶があります。今回はね枝を支柱に誘引するやり方で、現代農業に載ってたやつでやるんでね、まあ、場所も幅もそこまで開けなくていいのかなと思って、で今ここオクラなんですけど、オクラってご存知の通りね収穫したら下の葉っぱで切っていくんですよ。で、まあ、密集植えしてるんで2メーターにはならないとも 1.5 メーターぐらいかな、になるんで、その頃にはね、下の葉っぱが、切られて、まあ、スカスカな状態になるからですね、多少日当たりは悪くなるんですけど、ズッキーニ自体そんなカンカン照り必要ないんで、まあ、適度に日陰みたいな形でねゆったりと育ってもらっての何だろう、育成にできるかなと思って、ここの畝間にね1本2本と、3、4隙間に植えていきます。ちょっとね収穫するときめんどくさくなるんですけど、あとねこっち緑のトンネル、竹のトンネルの下にも、こうね 1,2,3,4,5,6 株ですね、ちょっと植えていこうと思います。ズッキーニね1日取り遅れるとバカみたいにでかくなっちゃうやつで、結構ね多種っちゃ多種なんですよね。1株から20個から30個ぐらいかな、うちだと。で、まあ、食べきらんちゃ食べきらんので、まあ、株の寿命もそんなに長いね野菜じゃないからですね、まあいいかなと思います。でねまだ種持ってるんですよね。だからねもうちょっとまこうとは思うんでね、世の奥様方はねおしゃれな方はよく食べてるみたいでね、はい、まあ、そういう野菜ですけど、でここの畝、この間ね、おかひじき植えたらうまいこと発芽しなくてね、久しぶりにダメだこりゃっていう感じで、もう一回草取らなきゃいけないですけど、そのねおかひじきの後釜までに、ここね 1,2,3,4,5,6、こっちも 1,2,3,4,5 と、4と5とね、2畝をね、もうズッキーニに提供します。あとねここ奥はねネギ植えてて少しずつ育ってきてるんですけど、ネギはまあいらんちゃいらんので、また他の野菜も植えるかもしれません。ここはね比較的日当たりが悪くてね、あんまりいい畝じゃないんで、自由な使い方をしてます。はい、それじゃあざっくり植えていきましょうかね。一応ね苗がここまで弱っとるっていうのとちょっと違うんですよね。ちょっと栄養が足りなくてね、ひねってるっていうのかな、しょぼいっていうのかな、こうやって新芽が出てきてるんでね、まだ一気に復活すると思うんで、でもここの畝だけ見とってもらったらですね、あーすごいねって、こんだけ疲れててもちゃんと肥料をやれば育つったいって感じで分かってもらえると思います。ちなみにここの畝は鶏糞ですね、鶏糞と化成肥料、
でさっき映してたあの緑のトンネルの下とかは、牛糞なんで、その差なんかもね、比較で対象で、見ていけると思います。はい、それじゃあ植え付けいきます。植え付けいきます、おかしいな、アムロみたいだね。植え付けていきますんで、はい、どうもどうも。最近動画撮ってるとね、下がまめらん時があってね、喋りすぎかなと思う時もあるんですよね。はい、ぼちぼち頑張ります。はい、ざっくり植え付けが、終わりました。そうですね、10分ぐらいかな。まあただ植え付けるだけなんでね。一応野菜をこうやってね、間に植えるメリットっていうのは、まあ畝をフル活用できるっていうのと、まあその株のね、寿命が来ても別の種類だったら、寿命が、全然違うんでね、終わった後も畝を休ませることなく使うことができるっていうことですかね。はい、あとね、意外と相乗効果があったりするんで、コンパニオンプランツ的な効果もあってね、大きく育つっていうこともあると思います。トマトのちょっと枝が暴れてるな。うん、まあこんな感じで、ここの上にもザーッと植えたんでですね、まあ2週間ぐらいじゃまたね、動画撮るかもしれないんで、その後状況がどうなってるのかっていうのをね、見ていただいたら結構面白いかなと思います。ちょっとね、この梅雨の暑さと、まあ雨の降らなさで、結構な勢いでね、繁茂してきてるんでね、次回はちょっと通路の方を掃除しておきます。そうすればね、また見やすいと思いますんで。はい、以上シューチャンネルからですね、ズッキーニ、だいぶ遅くなりましたけど植え付けしましたということで、よろしくお願いします。それではどうもどうもどうも。